競馬場、今日のメイン競争です。第53回アルゼンチン共和国杯グレード2、芝の 2500m にご覧の18頭フルゲートです。放送席解説は元 JRA ジョッキーの細江純子さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ細江さん、ハンデ戦、しかも距離が長いということで非常に、予想も難しいと思うんですけれども。そうですね、しかもこの馬場ですからね、はい。展開はどのようになると予想されますか？そうですね、5番の鈴鹿デビアス、名称門松あたりだと思うんですが、はい、枠からして多分5番の鈴鹿デビアスが花を取るような形を作るんじゃないかなという印象を受けますね。はい、そんな中で、この馬場、そして距離ということを考えますと、ゴールドアクターはどのあたりの位置にいればいいですか？ある程度その先行馬を見ながらのレースをするんじゃないかなという気がしますね、はい。とにかく折り合いも、つきますし、持久力と瞬発力を持った馬ですから、はい、ある程度の位置で競馬をするんじゃないかなっていうイメージを持ちます。そのゴールドアクターを見ながらプロモントーリオであったりレイブミストルであったり。そうですね、レイブミストルは後ろからの競馬になるかなという感じがしますね、これまでのレース振りから。さあ、ファンファーレが鳴ります。アルゼンチン共和国杯 G2 です。そして今日のゴールドアクター、細井さんの目には非常に調子がいいように映っているそうですけれども。そうです ね、はい、非常にトモの張りが出てきたなという印象を受けますね。はい、パリッとしてますね。さあ、1番人気ゴールドアクター、2番人気は8番のプロモントーリオ、3番人気が18番のレイブミストラルです。唯一の3歳馬レイブミストラル、正面スタンド前でのゲート入り。今14番の名将門松を収まります。この馬も前に行くと目されている馬です。それから6番のレトンダイトも汗びっしょりです。2番のフランスペスカ、そして最後18番のレイブミストラル、鞍上川田優雅、唯一の3歳馬。さあ、体制完了。ゲート開いてスタート切られた。フラガラッカゲートの中で立ち上がりました。スタート出遅れます。フルゲートによる戦い、まずは押して押して、やはり鈴鹿デビアス、そして外からは内を見ながら名将門松、この2頭がレースを引っ張りそうです。1コーナーに向かっての最初の先行争い、鈴鹿デビアス、さらには14番の名将門松、その名将門松を見るようにしてゴールドアクターも前に行こうという構えを見せています。1コーナーを迎えます。全部で18頭、出遅れたのは7番のフラガラッハ、そして先行しているのは鈴鹿デビアス、さらには14番の名将門松、この辺りを予想通りか。1コーナーを全部で18頭、左手にカーブしていきます。鈴鹿デビアス、そして名将門松、この2頭、さらには1番のスーパームーンがいまして、その外にいます、1番人気のゴールドアクターです。そして2番人気のプロモントーリオはどうやら馬群の中段あたりに位置しています。3番人気はレイブミストラル、レイブミストラルは染めよけ棒、18番は中段よりはやや後方を進みます。向上面に入っていきました。先頭は5番の鈴鹿デビュアス、やはり花を主張します。2番手に14番の名将門松、さらには15番、1番人気のゴールドアクターは前から3頭目です。そして内を行くスーパームーン、さらには3番のマイネルクロストがこの位置にいます。9番のサトノノブレストップハンデ、それから17番のニューダイナスティです。内から行く2番のフランスペスカ、さらには8番のプロモントーリオ、2番人気、そして6番のレコンダイト、外に並んでいった12番のラブイズブーシェ、そして3番人気レイブミストラルはこの位置です。中段よりは後方にいます。その後ろ4番のバーゲンザイル、さらにはスタート出遅れましたプラガラ、ここまで位置取りを上げてきました。13番ロンギングダンサー、それからヒラオクリープ、そして11番のサイモンドルナーレ、最軽量ハンデ、最後方から16番マイネルメダリストという展開になります。3、4コーナー中間地点に向かっていく、これほど縦長にはなっていません。まだレースを引っ張っているのは鈴鹿デビアス、これから2番手に名将門松、さあゴールドアクター、それもう前に並ぼうとしています。1番人気のゴールドアクター、最内はスーパームーンです。外からはサトノノブレスも来ている、さらにはヒラボクリープも大外に持ち出した。さあ4コーナー回って最後の直線に入ってくる、雨が降る東京競馬場、先頭はここで名将門松か。さあ最内からは4番のバーゲンザイルも突っ込んでくる、先頭は名将門松、先頭名将門松、内で鈴鹿デビアスが粘る。さあゴールドアクター懸命に手が動く、ゴールドアクター懸命に手が動く、先頭は名将門松、名将門松先頭、さあ外から15番ゴールドアクター届くかどうか、ゴールドアクター名将門松、ゴールドアクター名将門松、さらにはレイブミストラルも大外から今突っ込んできた、ただ14番の名将門松、ゴールドアクター名将門松、ゴールドアクター2頭並んだ、最後わずかにかわしたかどうか、1番人気ゴールドアクター粘ったか、14番名将門松。タッチタイム2分34秒フラット、上がり3波論34秒2という競馬、最後は大激戦になりました。
14番の名将門松、2番手追走から先に抜けました。外から1番人気のゴールドアクター吉田隼人。いや、細谷さん、最後非常に際どい決勝戦になりましたけれども、はい、そうですね、流れがゆっくりでしたよね。鈴鹿デビアスが行って海老名ジョッキーの名将門松が2番手で、はい、ずっとこうスローに落とす形のレースぶりでしたからね、でそれを見ながらのゴールドアクターという展開でしたね、はい、はい、そして先